はい、皆さんこんにちは、佐賀キャスでございます。文春オンラインにね、こんな記事見つけました。牧野先生です。しばらく牧野智博先生かな、まあ私の同業者的な人ですね。重なる部分もあれば重ならないところもあります。マンションや不動産について本は書いてあるので、そのあたりはまあですね、ご同業かなっていう感じはしますけど、はい。文春オンライン牧野先生の記事で、両親が残したいらない実家を売却しようとしたが、点々点、還暦越えの長男が直面したニュータウン相続の厳しい現実、不動産地獄、その相続は重荷ですか、シャープ3という感じですけど、ちょっと読みましょうか。資産をめぐるバトルでも相続税対策でもない。最近の相続現場では親が残したいらない不動産に悩まされる新相続問題が多発しているといいます。ここで不動産コンサルタント牧野智博氏による新刊、不動産地獄、その相続は重荷です、不動産の負はマーケルですね、文春新書を一部抜粋して紹介しますと。横浜市郊外ニュータウンにある A さん宅、 A さんと妻が他界し、子供たちは実家の売却を決断したのですが、還暦越えの長男が直面したニュータウン相続の厳しい現実とは、全2回の1回目。ニュータウンの供給が行われたらうにゃ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 う、神奈川県横浜市郊外にあるニュータウンを例に相続を考えてみましょう。70年代前半に分譲されたこの町は、ゆったりとした敷地に商社な一戸建てが並ぶニュータウンで、都内に勤務する大企業サラリーマン、医者、パイロットなどがこぞって買い求めた人気物件でした。大体どこかわかるんですけどね。戸建ての町です。時が経ち、このニュータウンで育った子供たちは、そのほとんどが東京都心に勤め、50歳から60歳代になった彼らはすでに都内のマンションなどに居を構えています。親はすでにほとんどの人がリタイアし、毎日のようにそこかしこで相続が発生します。つまり僕がその子供の世代なんですね。私今年61になりますけども。で、私みたいな人間でそこのニュータウンに育った人が相続をするというですね、親の相続が発生すると。もう同年代多いですよ、親の相続。相続が発生した A さん宅は、敷地面積80坪。延べ床面積32坪。まあ80坪は広いね。車に2、3台置けるんちゃいますか、の住宅は建っています。2人のお子さんたちはすでに独立され、家では奥様と2人暮らしでした。さて、相続評価額はどうなるかといえば、路線単価は1平米あたり75,600円、坪に直すと25万円です。25万円もすんの、そんなとこ。80坪の敷地ですから、相続税評価額は2000万円になります。建物は固定資産税評価額で500万円、合計2500万円。 A さん、まあ家ぐるってやって、その二次相続が発生したと。で、二次相続の場合はですね、その控除が適用されなくなってですね、320万円、金融資産と合わせてね、320万円の税負担やったんですって。さて、 A さんの息子たちもすでに還暦、自分の家は都内に構えているものの、まだ住宅ローン返済が残っています。そうでしょうね、60歳ぐらいでまだ残ってる人いっぱいいますからね。その状況で相続税支払いは全く想定外でした。さらに残されたニュータウン内の家の管理をしなければなりません。妹は九州に嫁いだため、家の管理には参加できません。でもね、金融資産5000もあったって書いてありますから、まあそれもろたらええやんという気はしますけどね。各州で自ら実家に出向き、通風や通水掃除をします。この程度ならまだしも家の中は家財道具の山。どうしてこんなに物を溜め込むのかとため息をついても、張本人である両親はすでにいません。少しずつ片付けるものの、還暦を過ぎた体には結構な重労働です。
そうなんですよ。私も61になったでしょ。もうそんなめんどくさいことしたないんで。昔だったらこんな自分でやろうとかっていういろんなことやったんですけども、最近はちょっとしたことはみんな業者呼びますね、もう自分でやろうなんて、まあ簡単なことはやりますけどね、電球借りたりとかやりますけど、あの水道工事とかももう自分ではしませんね。広めの庭の草木は生い茂り、勝手口に置いていた物置にはハクビシンが住み着き、軒下にはアシナガバチが巣を作るなど散々です。そこで妹とも相談の上、自分たちの育った家ではあるものの、この先利用するあてもないことから売り出すことにしました。ところが不動産屋の返事は釣れないものでした。平成バブル時代には新築であれば1億円台をつけたはずなのに、査定額はなんと1800万円程度、路線価評価額以下です。路線価2500万ですもんね、路線価と固定資産税。不動産屋曰く、最寄り駅までバスで20分。バスも減便されて日中は1時間1本。都心まではさらに1時間以上かかる。エリア内の小学校もすでて統合され、通学にも支障が出て、小さな子を連れたファミリーには人気がない。ニュータウン内にあったスーパーも住民の高齢化とともに撤退。1800万でも売れるかどうか全くわからないとのこと。実際に売り出しては見たものの、半年経っても問い合わせがありませんと。賃貸も考えてみたものの、これらの条件下ではさらに需要がないことは明白です。売れない、貸せない、自分も住む予定がない。この30戸の家の扱いに途方に暮れるのが A さん宅のニュータウン相続ですと。いやー、まあこの辺でやめときますけども、固定資産税がですね15万円なんですって。これどっかからですね、あれを取られたんですね、取材を、ネタを取られたんだと思います。まあしかしこんな話はいくらでもありますよ。私のところにもね、どないしましょうこれみたいな、持ってこられる場合ありますけど、こういうのは売れないんですよ。もうちょっと駅に近いとかね、街中にあれば何でも売れますよ。山手線の地下やったら何でも売れますよ。でもそんなね、駅までバス20分とかでもアウトです、はっきり言うて。でも横浜にはそういうとこあるんですよ。で昔はみんなそんなうち来たんですよ。で、なんていうのかな、バスに乗って駅まで行ってみたいな、そういうことでも別に皆さん耐えはったんですね。今はなかなかバス便の戸建てを買うという人は、そんなにいないですけどね。で、そのニュータウンってね、こう、一台で終わってしまうんですよ。つまり、そこを買った人がですね、亡くなればこうなるんですね。継続性がないんですよ、ニュータウンっていうのは。なので、子供帰ってこないんですね。なんで、千里は別ですよ。千里は変わりますけどね。この東京系の、首都圏系のニュータウンって子供帰りませんからね。近郊のニュータウンであれば帰りますけどね。なんで、ひどいことになってます。東京では成績桜が丘なんてところがありましてですね。あそこはちょっとひどいことになってますね。子供帰ってこないわけですね。だからまあまだこっちよりかましかもしれませんけどね、これからでこの問題がドドーッと出てくるんですよ。私の親は段階より上ですけども、まあこれから段階がですね、後期高齢に入りますから相続が多くなりますよね。段階は例えば玉乳とか凍ってるんですよね。玉乳のちょっとは後かな、できたすぐ後ぐらいに買ってるのが段階ですね。でこれって、もう現時点で社会問題化してますね。出口はありません。はっきり言ってないですね。こういうとこ特にないです。でも近ければ近いほどね、なんか考えることはできるんですけど、遠くなると本当にアウトですね。そのうち人が住まなくなって、
あのバスも1時間1本どころじゃなくてもっとなくなって、それこそ路線廃止というようなことになってですね、買い物にも行けへんやんということになりそうですね。はい、この文章オンラインの牧野先生の1ページ目を貼っときますね。はい、皆さんどうもありがとうございます。